おはようございます。人間というものは動物としてはとても弱い存在であります。他の動物に比べて強い筋力があるわけでもなく、牙がついているわけでもなく、特別に足が速いというわけでもありません。しかし現在この地球上で最も大きな顔をして生きているのであります。なんといっても二足歩行ができるようになって、手が自由に使えるようになったことは大きな進化でしょう。そして多くの動物が恐れる火を使えるようになったことも大きなことでしょう。大脳が発達して言葉を使えるようになって、お互いに考えることを共有して共同作業ができるようになったということも大きなことでしょう。この人間の特権のような能力を藤田一生さんは手と足と口と脳の働きだとおっしゃっていました。手で自由に物を取ることができる、扱うことができますし、足で自由に移動ができますし、口で言葉を使ってお互いに意思の疎通ができますし、脳を使ってあれこれと思考することができるのであります。座禅というのはこの人間の特権的能力を一時的に棚上げするのだと説明してくださいました。確かに手で何かを掴もう取ろうとするのをやめて、手は印を組むのであります。掴もうという行為をやめるのです。掴むというのは自分のものにしようという行為です。それを棚上げ、一時休止して印を組みます。座禅の印にも意味があると思います。よく臨済宗では両手を握り合わせて座ることもあります。実際にその方が多いようにも思われます。私も初めの頃は手を握り合わせて座禅していました。この方法の方が力が入りやすいように思ったものです。ところが円覚寺をはじめいくつかの修行道場では北海上印という組み方をしています。手のひらを上に向けて両方の親指を合わせるのです。私も円覚寺に来た頃はこの北海上印に慣れなくて苦労しました。しかしやはりこれは座禅儀などの書物に書かれているので意味があるものです。まずこれは手を握らないのです。手のひらを上に向けて手の力を抜くのであります。力を入れるのではなくして力を抜くあり方なのです。親指の位置についてもいろいろ研究し工夫しましたが、究極はあの北海上印の形こそが最も手の本来のあり方、落ち着き方なのだと納得することができるようになりました。やはり昔から行われていることには意味があるものです。北海上印というのは手を握るのではなく手放すあり方なのです。それから足は移動ができないように結跏趺坐という独自の足の組み方をします。これでは一歩も動けないのです。この場所から離れることを放棄するのです。それから口は閉じて物を言わない、言葉を使うことをやめるのです。それから一番厄介なのが脳ですが、あれこれと考えることをやめるのであります。このように座禅というのは人間の特権的能力を放棄し棚上げします。そのようにして人間の活動を沈めないと現れないものがあるのだと一生さんは説明してくださいました。普段の働きをやめて未知の働きを前面に出すのだというのでした。究極はこの座って息をしているだけで奇跡だということなのです。生命の誕生以来
いや、もっとこの大宇宙が誕生して以来138億年の営みがこの心身、体と心の上にあらわになっているのです。そのことを実習するのが座禅であって、一生さんは道元禅師の消防現像障子の巻にある言葉を引用されました。ただ我が身をも心をも放ち忘れて、仏の家に投げ入れて仏の方より行われて、これに従いもて行くとき力をも入れず心をも費やさずして障子を離れ仏となる、という言葉です。私もこの道元禅師の言葉は座禅の究極を表していると思っています。この言葉を一生さんは3つに分けて解説してくれました。まず1番目は、ただ我が身をも心をも放ち忘れて仏の家に投げ入れて、というところで、これは手放すということだというのです。それから2番目は、仏の方より行われて、これに従いもて行く時であって、これは迎え入れることだと言われました。そして3番目が、力をも入れず心をも費やさずして障子を離れ仏となるであって、これが享受することだというのであります。手放し、受け取り、享受するという3つなのであります。この3つを聴心、聴足、聴心の3つに当てはめて行うのであります。聴心では、手放すというのはこの体の体重を大地に全部預けるのです。受け入れるというのは、大地の支えによって垂直に座るのであります。享受するというのは、大地との一体感を味わうのです。聴足においては、手放すということは吐く息を余すところなく捧げることで、受け入れるというのは入ってくる息を贈り物としてフルに受け取ること、享受するというのは呼吸の快感を味わうというのであります。聴心、心を整えることにおいて、手放すというのは感覚器官をくつろがせ開くこと、受け入れるというのはやってくる感覚刺激をそのまま迎え入れること、享受するというのは刻々の生をその新鮮さにおいて味わうことだと解説してくださいました。今まで何度も読んでいた道元禅師の言葉を実により一層深く味わうことができました。やはり手を組み、足を組んでただ座る座禅は素晴らしく、まだまだ奥が深いと思うのであります。では今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろして、もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出す、胸に抱えている思いや患いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、
さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてきます。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。